はい、どうもみなさん、こんにちは、トリピーです。はい、アルセンさん、はい、聞いてください。なんすか。僕ですね、チャンネル登録者数が37万人飛ばしました。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、もう死だよ、死。トリピーシティいや、そんなことはない。37万人もいたら、まあまあ確かにそうか。そうだよ。それぐらいの人数はちょっと ありがたいことにね、はい、見てくれるようになったんで、はい、今回秋葉原で、はい、ご褒美企画っていうか挑戦企画ですね。挑戦企画、ちょっと前にルギア V の S でここでね買っちゃったんですよ、はい、秋葉原で、はい、37万人ってことなんで、はい、サナですよ。サナ、サナを買おうと思いました。37万人のために存在する女。そういうことなんですよ。ただお値段がね、はい、やっぱサナもそこそこするんですよ、はい、なのでそれをたくさん買い集めるっていうのはちょっと無理かなって思いまして、まあ、そうですね。まあサナが当たり枠にあるオリパを探して、はい、そこで、まあ、結構大量購入じゃないけど、あ、なるほどなるほど、ある程度買ってサナを出そうみたいな、そういう企画を。出なかったら出るまでやるんですか。じゃあ行きましょう。さあ、ということでね、オリパー購入してきたんですけど、はい、一番最初に行ったのが駅前のドラストなんですよ、はい、あそこはですね、当たり役今出てると思うんですけど、はい、サナいませんでした。その後にやばいと思って、うん、まあ、ラジカンですよ、はいはい、ここはもう絶対いるから、まあね、ラジカン、はい、ここはラジカンなんですけど、はい、ラジカン横にいます。それがパークは、はい、残念ながらサナいません。ただこれ2000円オリパーなんですけれども、ピカピカです。これ、フルコンプさん、はい、で購入してきました。おーおー、サナちゃんとね、いましたね。はい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 、それを当てたいんですけど、これ何口ぐらいだった。1000口ぐらい。1000口ぐらい、まあ、無謀すぎる。まあでも最初、うん、最初はね、そうそうそう、だから、まあ、ちょっと無理かなって思ったんで5パックだけ、うん、あ、でもね、アローラのガスとか、なんか他の当たりがヤバすぎるから、じゃあ見ていきましょう。はい、5枚ですね。せーの、はい。お、ハルスワンだ。お前なんてめくり方してんだ。お前は真ん中ですね。めくり方してんだ、ま、素人 YouTuber をおってくさ。さあ、あ、これは HR ですね。ピントなんかな、えー、ピントきました。ピントイオルブとかかな。お、カイリキー VMAX です。で、これいくらだっけ。2000円です。まあ、2000円のオリパだったらね、まあ、外れこんなもんかなっていう感じ。まあまあ、外れこんなもんかなって感じするんですけど、口、うん、数多いんで、はい、なかなか当たらないかなと思います。なるほどね。そこをね、引くところで37万人持ってる男を。そういうことなんですよ。さあ、謎の化石からいきます。うわ、またこれサナの光り方。せめてサポート見てほしい。これは、SSR の光り方ですね。なんか丸役でとかそういう。はい、ラプラス VMAX。 ラプラス可愛いからね。ラプラス可愛いです、これは。あ、じゃあ2000円お得ですね。これはお得ですよ。お得になったと言います。はい、子供の頃の夢はラプラスの背中に乗って海を渡るでしたから。海がなくても。毒クラゲからの、お、これは来たんじゃない。全然この光り方は SSR。 ゼルミックでーす。サナ出てくるかな。37万人頑張ったんですけどね。これで あと1泊です。これで1万円です。さあ、お主のポケモンの火を見せてみるんじゃ。見せてやろう。いくぜ。お、これは火が10。どうだ、ゴリラで。いいじゃん、ゴリラだ。色違い。いや、色違いゴリラだ。最強ですよ。最強だぜ。ということで、なんとですね、はい、ハードラボでもね、お前何買ってんの。サナありましたから、はい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 、当たり枠に、はいはいはい、まあただ大当たり枠かな。なるほど。全300口の300口。いや、そう、大当たり枠でしかやっぱないから。夢がでかすぎる。まあ、そうだよ、サナ高いもん。サナ高い、本当に高い。任天堂スイッチと同じぐらいの値段するから。じゃあスイッチ買います。じゃあスイッチ買います。確かに。スイッチ買います。まあでもまだこれね、これも2000円なんですよ、はいはいはい、でこれ5パックなんで、これでも1万円、はい、だから、まあここで当てたらまだお得なんで。なるほど。ちゃんとサナ当てます。じゃあどんどん見ていきましょう。これ一回見たことあるね、傷ありオリパなんだよね。はい、だからちょっと訳ありだから当たりやすさはね、傷ある分いいカードが入ってる可能性はあるっていうね。でも当たらなければ。あ、でもいいんじゃない。ドラパルトベイマックス。おー、全部光っとるやん。おー、いいね。ビリジオンも全部光っとる。全部光っております。ピカピカだ。ピカピカです。あ、メタモンとかもね、今だったらね、ちょっとメタブン VMAX がね、ルギアのデッキとかに入ったりしますからね。どんどん見ていきたいと思います。来い。お、ポプラ、ポプラバーさん、ポプラバーさん、クソババー。あ、クロバット、クロバットもいいですね。ミーの弱点つけますから。あー、いいですね。ラストを出す。本当にいいと思ってる。いや、まあでも2000円売り場でこれは、まあやっぱり結構最低保証の金額が高いですね。なるほど。でもそうだよね、はい、うん、普通に全部光ってるの嬉しいもん。やっぱ全部光ってるし、なんだったら SR 以上が2枚も出てるんで。おー、それが熱いです。さあ、次です。来い。ドラパルト V2
はい、スーピアーでーす。なんかさ、俺隣にいてさ、はい、お前のテンションがどんどん下がっていくの感じてるんだけど、これ気のせい、オリパは買いたくないでーす。皆さん、オリパカウダチャンネルのトリッピーです。オリパはこれを見てね、はい、ちゃんとオリパをね、買うか買わないか判断しましょうね、はい、お、でもこれ嬉しい、博士の原型。ウィーロー博士が研究します。さあ、ウィーロー博士が出たってことは、まあそうだね、そういうことなんですよね。ヒードラン VMAX です。よいしょ、こちらが最後になります。サナ来い、サナ来い、まあ、サナはどこ、人生そんなに甘くない、サナはどこ、あ、ボケゴーサナっていく、おいたサナ、はい、つかさ、まあでも正直サナここでね、出ない可能性はもちろん分かってたんですけど、はい、他のショップも行って、もしサナの当たり枠があるオリパなかったら、もう一回ここに戻ってきて、これを買わないといけないんですよ。え、そういうルールだ、当たり前ですよ。トリッピーさん、あー、いや、最高、視聴者兄貴が動画切る前にあったんで、あなた動画に入りました。まあ、愛の選手さんがね、はい、ボール買い狩りをしてるんでね、いつも通り、はい、ハレツにも来たんですけど、はい、ハレツオリパにはなかったんですけど、一応ね、サナの値段を調べてきましょう。サバになりました。サバ、サナには8000円だ。やっぱり高いっすね。シングル買いしますか。あ、だからここでね、シングル買いしたらね、もう終わりなんですよ。多分ね、今からオリパを買えるもこちらがオタクな気がする。トリッピーあれじゃない、鳥使い集めてるの。あ、鳥使い、鳥使い見てみよう。あ、確かに鳥使い見よう。鳥使い買うな。鳥使いいくらだ。おお、4枚しかないですね。4枚しかない。え、結構値上がってないっしょ。え、そうだね、なんかまあそうだね。これなんでこんな値上がってんだろうね。お前、なんかノータイムで買うやん。怖っ、これ。取り付けた。こいつ、ノータイムで買います。早すぎだろ、お前。はい、ということで、カードラッシュです。はい、来ました。見てください、アナセンサー。カードラッシュ、なんと自販機あるんですよ。おぉ、サナいる、サナ。サナおらんのやないか。サナおらんやつか。あー、いないわ。あー、ここで買いたかったけど、まあ、残念ながら今回はね、はい、37万人の、まあ、サナを取るまでってことなんで、はい、今回はサナ以外には目もくれません。おー、まあ、ただそうや、そのラッシュの中にサーニゴさんはいました。サーニゴさんいましたね。サーニゴさんいました、はい、まさかの世界2位の人が偶然にちゃんとしっかりレジに並ぶって普通にテンション上がるやつ。前の選手さん、はい、ついにフクフクトレカで、そうですね、いました、サナ。これは全800口だ。おう、まあどうだろうな、なかなか難しそうだけど、3000オリパなんで、うん、これはいいですよ。もうちょっと確率高いのあるよ、ほら。え、ほらほらほら、待って、アイグリやばいって。あ、でも外れまくりましたがいる。10万。確率高くないじゃん。確率高い。こっちはいくら。あ、これ3万5000だ。そんなんいる。これにサナも、あ、いない、よかった、よかった。いない、いない、いない。さあ、ということで、はい、秋葉原の公園に来ております、はいはい、子供たちが遊んでおります。はい、ふくふくトレカね、はい、買いましたよ。買いました。あのオリパですよ。おー、あのオリパですよ。はい、3000オリパですよ。当たり前ですよね。10万円は、まあさすがにね、まあ、これ出たらいいもんね。あ、そう、出たらいいから、うん、そういうことなんですよ、結局ここから出します。確かに出たらいいよ。はい、じゃあ見ていきたいと思います。さあ、それ、あ、いきなりキャンプファイヤー。ダメ、サラ、サラ、サラ、うわスタート。マスターの、まあ、連撃の方です。連撃の方でございますね。さあ、でも、じゃあ次2枚目です。あれだから、ソードシールドので一番強い敵だから、マスターズ。ああ、もう確かにね、 DLC でね、めちゃくちゃ強いからね。一番強い、あいつがマジで強いから。あ、こっち向きですね。さあ、まずサポートかどうかです。チャン、うわー、違う。そうなんす、なんだこれ。わあ、シャンデラーです。可愛いからね。まあまあ、これはね、可愛い可愛い。ほら、もう全然大絶叫してるよ。子供が、もう3000円溶けて大絶叫しちゃう。3000円溶けたらそうなるわ。次です。はっ、それはそう。うわー、攻めてスケールガールがよかった。さあ、次です。あ、もう僕、うわ、やだー、マジか。ええやん。いや、よくねえよ。ハイリュウってさ、おかしくない？ミニリュウ、ハクリュウまで青いのにさ、いきなりコッペパンになるやん、こいつ。いいじゃん、別に。意味わからなくないか、カイリュウって。あ、こっち側？どっちだ？あー、いいね、いいね、はい。さあ、じゃあこれ最後なんですよ。多分ね、あれ、これ見た瞬間、うん、外れた瞬間、また、あーって、叫び来るよ、これ。なーけ、ねえだろ、うわー。え、もう終わった？え、終わったよ。そうでしょ？高いすぎだろ。終わったよ、俺の一番。俺、知ってるか？今回、4万5000払ってるからね、今。動画の中で。
え、じゃあもうサナ当たっても負けやん。サナ当たってもお前それ以上喋んな。サナ当たっても負けやん。はい、ということでオリパカウナチャンネルのトリッピーでした。10万でさ、うん、あの安い方のサナ当たるのがまあまあ面白いやん。ふざけんなよ。でももっともっと外れの展開はそれすら当たらないっていう。いやそうそう、本当にあの外れ枠の一例であっただけで、うん、あれね当たり枠が多分ね5枚ぐらいしかなかったんですよ、はい、4枚か5枚、はい、ラストワンショーは除いて、はい、だから 20% ぐらいだったんですよ。だから、そう、残りの 80% は8万円ぐらい損するオリパなんですよ、あれ。やばいやん。やばいよ。でも当てたら、当てたらいいよな。悩んでる理由がもう一個あって、はい、サナ以外に、はい、ブラッキー VMAX と帽子リレーだったんだよ。お俺が唯一持ってないサポートの SR が、うん、帽子リレーで、はい、俺が唯一持ってないスペシャルアート版がブラッキーなの。じゃあ買うしかないやん。だよな、そうしかないやん。じゃあ他のところも見て、サナが、うん、本当に当たらなかったら、わかりました。1バックだけ最後に買うかもしれない。はい。そう、ということで、こちらオタチューなんですけど、はい、サナのね、まあ、当たり枠に入ってるオリパはね、なかったです。残念ながら、はい、はい、でもさ、これ何？これなんすかね。これ何？トレカ秘密基地。めっちゃいい。これめっちゃ秘密基地っぽくない？まあこれオープンしたら行きましょうか。いいっすね。多分これなかったよね、今まで。なかった、新しいところです。やっぱ最近ちょっと、はい、あそこね、うん、いいっすか、はい、これ知識。10年前ぐらいまでは、はいはいはい、あそこエロ漫画屋でした。そう、僕通ってました、そこ。あ、じゃあもしかしたらちょっとあれ、あの店内入ったらちょっとだけエロ漫画の匂いする。ちょっとあのエロ漫画特有のあの髪のいい匂いします。いい匂いするから、はい、それも楽しみですね。さあ、ということで、続きまして、はい、カオロショップ繁盛ですね、はい、ここでね、サナを見つけたいと思います。はい、まあ、あるでしょう、オリパ結構定期的に売ってるんで。さすがに繁盛さんのお店ですからね。ありますよ。なかったら縁切ります。はい、エレベーターで行きましょう。エレベーターから行きましょう。いや、いい店ですね。トリピーさん、あ、そっちじゃないです。繁盛の角所のオリパ一覧には残念ながらサナはありません。俺ら今日さ、全然普通に来たじゃん、うん、あそこのさ、プレーのルームにさ、まあ、お客さんたくさんいるからあんま映せないけどさ、繁盛普通にいるんだけど、普通に視聴者のことを開催してます。なんかしかも声でかいんだけど。後で行こう。俺らのこと気づいてたから。じゃあすいません、取り扱い全部お願いします。かしこまりました。いや意外にあるんだよ、裏に重なってんだよ。裏に重なってるけど。かわいいだな。おぉ、なんでお前いるの。びっくりした。すごくない？たまたまいるの。びっくりした。普通に店に来てたら。俺だって普通あれだよ、まあ、今日めっちゃワンピースやってるじゃん今日。だから5時から俺普通に一般大会参加するの。しかもこんな店舗じゃないやつ。駿河屋と、あ、なんかやってる、なんかやってる。あ、コンじゃん。あとガチャポン会館の上のビームスとトレカワンかな、行ったんですけれども、はい、まあ、残念ながらね、サナが当たり枠に入ってるオリパは売ってなかったということで。残念。本当に残念ですが、10万円買ってくれます。10万円に一歩近づきましたけど。10万円買ってくれます。ちょっとまだ探します。あ、はい、ファンです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。写真でも撮る。え、いいですか。いいよ。さあ、ということで、アイノセンスさん、今回はですね、サナ1枚あったんですよ、これ、はい、こちらをね。いくらですか。一口3000円で1万5000円です。またやってるこの人。対戦よろしくお願いします。ちょっとね、お客さんもいるんでね、声はちっちゃめで、はい、当たれ。え、来たんじゃない。キマだ。え、女の子っぽくない。え、そう、あれ何。ポットデトコーン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 。さあ、次です。 SR。 悲しい。いきます。こっちじゃないね。いきますよ。はい、せーの。はっ。私らが。いや、大丈夫よ。ハッピーマッチ使えるんでね。そう、ハッピーマッチ使えるからね。普通に私らが使う、強いし。私らが普通に嬉しいし。嬉しいし。サナ、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 ドーン。あ、まあでも最近ね、HR、翡翠大元気はまあまあまあ、俺これで一回、あの大型大会行ってるんで。当たりよ。当たりです。お得だよな。めちゃくちゃお得、お得です。はい。はい。助けて。小学生の頃こういうやついたわ。助けて、助けて。いきます。はい。セーラ。ドーン。ムスタ。これが1万5000円です。俺もこれで当たらなかったら、うん、10万オリパ挑戦するわ。お、言いましたね、はい、当たるな。当たんないで。その前これでさ、サナじゃなくても当たり分けが出たら、あ、なんかすごい逃げてるわ。どうなんですか、 YouTuber としては資格ですよ、ね、ちゃんと3000円返ってきたらね、はい、終わりますか。いきますね。
ちょっと待って、どうしよう、マジどうしよう。かわいそう、かわいそう。やるか、お大逆転するわ。行きましょう。一番最後のお店、はい、ふくふくどれか、え、行ってまいりました。本当ですか。見てください、こちら綾瀬さん、ついについに見てください。あれ、トリッピーさん、ハゲクレポンチョと、こちら安納、そして作業員持ってなかったカード。10万合わせていただきました。10万おるか、まあね、やっぱね、37万人記念なんでね、はい、まあ、気持ちよく欲しいカードが買えて、終わりなので、僕的には、おい、はい、先生、勘弁してください。本当に勝ってる、こいつ勝ってきました。ちなみに言うと、まあ、はい、やっぱ当たり屋がね、5パックだった、はい、で、25パックだったから、はい、20% の確率でしか当たらないわけなんですよ、やばいよ、それは、本当に、しかも、外れ役ちゃんとさ、振り袖とかあるからね。振り袖って今1万円くらいだからね。俺これ開けたら、80% の確率で9万円損するのよ。サナーも出したいし、ブラッキーとか、帽子リレーとかね、5枚ぐらい、その欲しいカードが、欲しい、あ、当たりカードが5枚だね。あ、なるほど、ね、だからそこの当たりカードが抜けたら、もう全然、本当にもう今日のハズレ全部取り返すぐらい。確かに、いきます。さあ、トリピーさんの挑戦です。あ、裏側だ、1枚入れだ。あ、怖い、怖い、この裏に、いきます、せーの、グッドえ、これ10万円で買ったんすか。10万円の振り袖、せめてサナじゃん。10万円の振り袖、大切にします。幸せにしちゃってくれ、はい、ということで、トリッピーの37万人記念最近ね、はい、おっぱい買ってもこんなんですよ、はい、皆さんはね、僕みたいにならないように僕はまあ動画でね、エンタメとしてこれが消化できるんでね、はい、こいつ惨めだな、かなり。あ、トリッピー行かないで、ざまみろ。皆さん、あれが9万負けた人間の姿です。針金を全部溶かした男です。